深夜チャンネル、東京下町バーバラです。今日は都電に乗って、都電荒川線、正式名東京桜トラムに乗ってきたお話です。都内で、たった一区間だけ残る、路面電車です。都電という呼び方の方が私たちにはしっくりくるんですけれども、東京の北の方を12キロにわたって走っています。都電荒川線というだけあって、12キロの半分くらいは荒川区を通ってるんですけれども、荒川区から、北区の一部を通り、豊島区を通り、最後は、新宿ということで、荒川区の三ノ輪橋というところから、終点は早稲田ですね。早稲田大学がある早稲田までの路線です。でこんな感じ、桜トラムというだけあって、桜の名所が結構多いんですけれども、それ以上に荒川区の方たちは線路沿いにねバラをいっぱい植えてるので、実はバラの方が本数は多そうなんですけれども、こんな感じね、どうしても三ノ輪橋から、早稲田行きというイメージが強いのは、非常にこう下町感あふれる電車なもんだから、私も今回は、町屋という駅から乗ったんだけども、全部で30駅があります。そして、荒川区で皆さん印象に深いのは何かあるかな。もちろん荒川沿いなんだけれども、3年 B 組金八先生のドラマの中では結構荒川の土手が出てきたかもしれませんね。そして、町屋から、熊野前経由で、今度は王子の駅前に出ます。王子の駅前から桜で有名な飛鳥山を通って、巣鴨ね、トゲ抜き地蔵さんで有名なおばあちゃんの原宿、巣鴨の庚申塚というところを通って、池袋はサンシャインシティがあるね、東池袋なんですけども、そこを通って、その前に大塚の駅も通りますよ。そして、終点は早稲田ということなんですけれども、ほぼ途中からは山手線の外側を走る感じかな。で、これは市民、すいません、これは区民の公募で決まったみたいね。東京桜トラム、何々トラムというふうに入れたかったらしいんですけども、桜で決まって、2017年から都電荒川線でなく、正式名称は東京桜トラムということになって、こんな桜色のね看板なんですけれども、結構ね、東京は地下鉄もね、いっぱい走ってるから、乗り換え駅で地下鉄に乗り換えたり、もちろん JR もそうですけども、舎人ライナーなという新しいね、電車とも交わっています。私が乗ったのは、町屋という駅、ここはね、千代田線で私は降り立ちましたので、千代田線と交差しているわけですけれども、もう一本京成電車ね、京
平成線も乗り換え駅になっています。なんとここの、表示は黄色でしたね。なぜか黄色、さっきの桜色ではなかったんですけれども、こんな感じで私が乗ったのはこういうグリーンのボディでした。結構いっぱいね、いろんなボディがあるんですけれども、深いグリーンのボディでしたよ。そして、朝だったんですけども、結構こうやって行列して乗る感じ。はい、なんと、均一料金で170円で三ノ輪橋から早稲田まで行けちゃうんですね。でもちろんスイカもパスモも使えますよ。はい、車内はこんな感じです。今度は違ったボディの電車とも行き合いますね。車内にあった路線図です。先ほどご紹介した30の駅が、ところどころに写真入りで載ってます。やっぱり、観光として乗る方もいらっしゃる路線なんじゃないかな。私は熊野前というところで降りました。こちらにお仕事で月に2回ほど行っていますので、月に2回はこの桜トラムに乗るということですね。といってもなかなか桜トラムって言わないかもね。都電都電という感じで2017年から桜トラムに変わりましたけども、認知度はすごい低いみたい。何それっていう風な感じで、あまり定着はしていませんね。なのでこのところもしかしたらニックネームとしての桜トラムになっていきそうな感じです。都電荒川線という方がこうなんかピンとくるのかな。この日の熊野前とってもいいお天気。そして、すぐ横は熊野前の陸橋があり、そしてこの横は先ほどお話ししたトネリライナーというのが走っていまして、日暮里からねトネリまで行ってる無人な電車なんですけども、で今の陸橋の向こうにはお隣の駅が見えちゃうっていうぐらい、本当に都民の身近な足として利用されてきているんですね。開業して明治の44年開業だからもう110年ちょっと経つんですけども、ここだけはぜひ残してということで残った唯一の路面電車です。昔の資料からこんな白黒の写真を見つけることができましたけども、これはね、本橋行きっていうから本当に都心も故郷の横もね都電は走っていたわけです。で、もう一つの写真はもうほぼラッシュっていう感じでしょ。これは錦糸堀って、今はほとんど錦糸町はあるけど錦糸堀って聞かないんだけども、江東区の写真ですね。というわけで、昔のボディはこのクリーム色
に、返事のラインが私もよく覚えてるんですけども、私の小さい頃もちろんまだ走っていたわけですね。で本当に車と共存しながら走るので、ヒヤヒヤとしながら、なかなかラッシュが増えたらそうはいかなくなって廃線になってしまったわけですけれども、今のボディは本当におしゃれですね。クラシックカーのボディもあるんですけれども、いろんなタイプがありますよ。これはね、渋沢さんのテレビでとても流行った時はちょうど資料館があるのかな、北区にね、渋沢栄一さんの資料館があったりするので、こんなラッピングカーになっていましたね。で、本当に沿線にお花が多いんですよ。12キロのうちの半分ぐらいがちょうど荒川区になるんだけど、その8割にこうしたバラが綺麗に市民の手によって、区民の手によってね、年中咲いてるような状態は本当素敵だと思います。まあ、下町感あふれる都電荒川線東京トラムでした。熊の前でのお仕事を済ませてから、私はもう一度この都電に乗って、巣鴨に向かってみました。続編は巣鴨で下車して土下抜き地蔵さんを歩いてみますので、そちらもお楽しみにしてください。そして皆さん、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。